去年暮れの横浜分隊リング上に乱入した大谷田中エンブレム、待てねえんだよと叫んでから1ヶ月、ついに開戦の時を迎えました。ゼロワンからの刺客、大谷慎二郎、田中将人が日本武道館に歩を進めます。2003年、 1.10 ノアの年明け、箱舟にエンブレムの火の手が上がります。 GAC タッグで手を伸ばす。ゼロワンからの刺客、大谷慎二郎、田中将人入場。大谷田中の合体テーマだ。さあ来た、武道館に初詣、 GAC タッグに挑戦。ゼロワン、まず田中将人、その後ろ大谷慎二郎、火祭り塔を肩にかけノアの日本武道館大会現れた。ここは江戸城北の丸円柱でござる。まずリングに田中将人、ノア初上陸、その後ろ火祭りの覇者大谷慎二郎。2002年プロレス大賞最優秀タッグチーム、箱舟を襲う海賊、ゼロワン大谷慎二郎、田中将人。守ることができるのか。年が明け2003年、戦い始めの武道館メインイベント、 GHC タッグ選手権試合、3度目の防衛戦を迎えました。去年の9月23日、ここ日本武道館で奪取した GHC タッグタイトル、 10.19 名古屋で小橋滋賀に初防衛、 12.1 札幌でベイダースコーピオを破り2度目の防衛。さあそして3度目の防衛戦、チャレンジャーはゼロワン大谷慎二郎、田中将人。大谷とは共に新日本時代の戦友でもあります。時空を超え2003年 1.10 日本武道館、2人が再び熱を帯びようとしています。斉藤を再び熱くさせる大谷、大谷を全て受け止める斉藤アクトシ、死神の入場。大谷の、そして田中の視線のその先に花道の奥に現れた第5代 GAC タッグチーム、腰には GAC のベルト、歴史は再び2人を引き合わせた。死神が視線を投げかける、ゆっくりと進んでいく斉藤明俊、2人の距離が縮まっていく。死神時代の戦友、脳波を挟んで視線が交錯している、悲しい表情の斉藤明俊。今赤コーナーチャンピオン、2003年もこの男が箱舟を操り日本プロレス界をリードします。スターレス秋山純の入場、王者の仕事始めであります。青コーナーチャレンジャー、鋭い眼光の大谷慎二郎、そしてその後方田中将人、さあ自らが、秋山があの札幌のリング上で指名した大谷田中を迎え撃つ GAC タッグのベルト、3度目の防衛戦、秋山純。新調したガッツ、そして腰には GAC のベルト、名言スターですがエンブレムの炎を消し去ります。もう間に入って止めるセコンドはいません。その時を迎えました。火祭り塔をかざした大谷、さあリングに入る、セカンドランプをまたいだ、いよいよ開戦の時を迎えました。第5代 GAC タッグ王者、秋山斉藤スターネス、3度目の防衛戦、2003年戦い始め 1.10 日本武道館です。現在リング上では認定証が読み上げられています。こちらチャレンジャー、右大谷慎二郎、左田中将人、ゼロワンからの刺客エンブレム。さあそして受けて立つ王者チーム、秋山純、そして斉藤明俊であります。
の主導者を輝く GAC グローバルオナードクラウン、地球規模の崇高なるタッグタイトルの証であります。一旦本部席に返還されるこの GAC のベルト、今そのベルトを大谷が田中が見つめました。本日のメインイベント GAC タッグ選手権試合60分一本勝負を行います。ラオコーナー挑戦者チーム240分の田中雅人、箱根を打ち抜く弾丸田中雅人、斉藤昭俊、死神が千鳥ヶ淵に引きずり込む斉藤昭俊、秋山の盗塁のところに青コーナー大谷田中が仕掛けました。 GAC 第5代チャンピオン秋山斉藤、3度目の防衛戦、秋山の盗塁の時に大谷が仕掛けました。1万6000人を超えるファンのライブウィングを浴びて今ゴング弾丸エルボー、まず仕掛けました青コーナーです。さあ放送の解説高山さん、アウェーでベルトを取るこの気持ちは高山さんが一番よく分かると思いますが、どんな気持ちでしょう。いやワクワクしてんだろうね、だからさ大谷があんなに嬉しそうな顔してんだから、ノアノフはもっとプイングしてやんないと。そうもっとですか。もっと足んないよ。ノアに乗り込んだ海賊、ゼロワンエンブレム、大谷田中がこのリングを支配しています。まずは連携が見られました。踏みつけていきます。これ見よがしにノアのチャンピオンを踏みつけていくゼロワンエンブレム、大谷慎二郎田中雅人です。試合前この大谷田中は自分たちには124もの連携技がある、それを次々と見せていきたい、そう語っていました。ユータルコーナー腰が落ちていく秋山純、さあ顔面を捉えています。顔面を捉えているニュートルコーナー、さあ顔面押しが始まったぞ。さあ鼻のあたり擦りつけるようにして、さあロープに取った、起き上がった、カウンター、顔面ハイキック、バックマンだ、おっとバックドロップの共演、秋山と斉藤鮮やかに返しました。読んでましたか。読んでたね。一旦支配されかけたノアのリング、チャンピオンチーム秋山斉藤を返しました。ランニングしての顔面ウォッシュに行こうというところを返していった秋山純です。こちら大谷慎二郎、1年2ヶ月ぶりのノア参戦、あの時は GAC タッグのトーナメントでした。今回は一発で取れるチャンス、チャレンジャーとしてこのリングに立っています。まだ距離があります。ゴング前から仕掛けた大谷、さあ踏み合って相手の力が今伝わっています。バックを捉えている、腕を取り返した秋山純です。秋山は王者として年を越し、新年いきなりの防衛戦、幸先のいいスタートを切りたいと語っていました。言葉を浴びせかけます。張っていく張り合いだ、打撃戦に行きました。エンブレムの大谷、スターネスの秋山、対して蹴りを放っていく秋山、あこの当たり一打、顔に来たぞ、顔に先に行ったのは大谷だ。さあ大谷も放っていく、エボートス熱くなってきた、エンブレムが火を放ちました。それを受ける秋山純、胸をそして顎を出していきます。188cm 110kg 秋山純、 180cm 105kg の大谷慎二郎、髪の毛を掴んでいる、恐ろしい表情になってきました秋山。さあまずは張り手、今の攻防で何を感じましたか高山さん。慎二郎はやっと本気になったって感じだね。さっきまでヘラヘラしてたでしょ、でヘラヘラじゃ秋山純は崩せないって分かったんだろうね。顔がマジになったね。切り替えたということですね。手四つの状態です。お互いの力がもろに伝わってくる体勢、右の腕を上げていこうという秋山です。去年の 12.1 札幌大会、レイダースコーピオを破りまして2度目の防衛に成功したあの札幌のリング上で秋山はこの01大谷田中を指名しました。
タウイを入れ替えて、ここで大谷から田中です。田中将人、田中将人が入ってまいりました。どうした俺、この 1.1 で日本武道館でこの挑戦者としてリングに立った大谷田中、このシリーズを通して参戦することが決まっています。顔面への張り手、先ほどエルボーもありました。胸を出していく、突き放した。ガンガンエルボー、顎の辺りを狙っていきますが、あっと、エルボーの強さ、初遭遇の2人。画面ハイキック、キックで現役、余裕を持って今会場を見回して万全な状態で斉藤明俊を呼び込みました。さあ斉藤明俊対田中将人であります。ストンピング、さあ首のあたりを持って斉藤が仕掛けるか、エルボーに、エルボーで返していく陵侑、ガンガンエルボーを放ちました。さあ打撃戦で相手の技を正面から受けている、頭を合わせている、張り手でロープに飛んでショルダータックル、互角で相打ち、今度は斉藤がいった。パワーが伝わってまいります。日本武道館メインイベント60分の一般勝負タッグマッチ、ガレット、まず田中を一つ構成技を出していきました。5分経過、第5代 GAC タッグチャンピオンチームの秋山斉藤の3度目の防衛戦です。青コーナーに近いあたり、鼻に手がかかっています。さあそして大谷も秋山を挑発しながら、会場からはブーイングが起きています。試合前にこの大谷が言っていたんですが、ブーイングというのは気持ちいいそうですね。気持ちいいんだったらもっとブーイングさせなきゃね。もっとさせた方がいい。あ、スライディング、低空のドロップキック、逆さずり状態の死神、頭がマットについています。さあ2連発だ、スライディングして蹴っていった、崩れ落ちた斉藤明俊です。さあかつて平成新日、そして新日マットに上がっていた斉藤、あの時期大谷と対戦、接点がありました。この口だけ男、言葉が放たれながら、さあ顔面を張っていく、かきむしっていく、あの時以来の接点、本格的な接点ということになります。斉藤はあの後新日本に対談、そしてどん底生活を経由して、そしてこのノーのマットに上がりました。マリアットを放っていく。一方の大谷は海外武者修行から帰国してヘビーとなり、ゼロワンに入りました。そしてこの今日2003年 1.10 日本武道館メインイベントのタッグマッチ、相対している陵侑、胸で受ける大谷慎二郎。さあ何か秋山が仕掛けようとしています。場外戦です。大谷を引きずり落として、さあ鉄柵へ背中を強打していく大谷、まだ追っていくか。ここにいました、ここに斉藤の蹴りが待っていました。さあ先ほど高山さん、5分が経過しましたが、タッチワーク、タッグチームとしての動きは赤コーナー青コーナーお互いどうですか。オーケー、そうだね、まだそんなにね連携っていうかそういうのはないよね。でも今の状況は赤がちょっと掴んでるって感じはするけど、高山さんから見てこの青コーナーの大谷、田中、エンブレム、どんなチームに移りますか。まあ良くも悪くも一直線、それがいい時に転がればいい方に、ね、転がればいいんだけど、ちょっと大谷慎次郎はブーイングっていうかね、ノアのアウェーでやるってことを意識しすぎてるよね。その意識しすぎてるのがちょっとなっていうのは感じるかな俺は。秋山の指を噛みついた、そして田中も入りました。両腕を噛まれています秋山。ここでタッチが成立、試合の権利が移っています。秋山に張り手、さあロープに飛ばしていく、おっとダイビングのエルボー、カウンターで放っていました田中。この 1.10 武道館の後もシリーズを通じて参戦することが決まっている大谷田中です。もうこの田中が言っていたんですが、今日このベルトを取ってですね、シリーズ通して参戦してノアの選手を悔しがらせたいという決意を語っていました。高いぞ、落としていった、高さがあった、バックドロップ、
秋山がまだ指のあたりを気にしながら斉藤明俊を呼び込んでいます。秋山から斉藤にタッチが交わされました。先ほど見られたようなエルボーから斉藤が仕掛けた、いや返していった、やっエルボーを刺していく田中将人、比較的早いタイミングで大谷です。しかしその大谷がリングの下、田中が落としていく、斉藤がリングの下だ。何か不穏な空気が漂ってきた日本武道館。あった画面入ってきた、モニター直撃、放送席鉄柵の外まで。ダメだよ信次郎、お前放送の邪魔したよ。飛ばされました。不敵な笑みを浮かべて今斉藤を髪の毛のあたり、さあそして田中が椅子を掴んでいる、脳天直撃。このあたりから本領発揮か、青コーナー大谷田中、エンブレムの炎が今場外線、場外で火を放っている。あ、ベルト強奪だ、 GAC のベルトを田中が今掴みました。ヘンリー西田がそれを制止しようとしている。城樋口も来た、城樋口がベルト奪回、強い城院長、今切ってかかろうとしています。なおも手を伸ばす、城樋口がそれを制止しました。城コールが沸き起こっている日本武道館です。いいね城さん強くて、田中のその暴挙を防ぎました。まあ田中選手もね、ジョーさんを失神させるぐらいの勢いが欲しいよな。そうですね、かつてまあジョーさんといえば数々の激闘をさばき、そしてその歴史の証人となった方であります。10分が経過しました。試合の権利はその大谷慎二郎と斉藤明俊、さあ左右のビンタ見つけていきます。顔を踏みつけながらタッチを交わしました。高山さん、エンブレム124の連携技があるそうです。なかなか出ないね、そんなにある割には、本人たちの言葉によりますと、もう60いくつは出ている。あ、そうなの、残り80の部分を今日一つ一つ見せていくと試合前語っていました。さあ、セカンドロープ、俺がチャンピオンだ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 、締め上げていきます。苦しい状況は斉藤明俊です。秋山は今入ることができませんでした。ニュートラルコーナーで苦しい状況の斉藤明俊です。第5代 GAC タッグチャンピオンチームの秋山斉藤、3度目の防衛戦、最初の防衛はあの名古屋小橋志賀組を破りました。そして2度目札幌でベイダースコーピオ組を破り2度目の防衛成功、3度目自らが指名したこの大谷田中を呼び込んでの日本武道館大会。さあタッチを交わされて試合の権利を持った大谷が、さあ顔面、これはスピードに乗っている、一直線真正面に行きました。新日本時代数々の激闘を繰り広げた、さあ顔をくすりつけていく大谷慎二郎、あの時の記憶が二人の間で蘇っていることでありましょう。あ、しかしここまで斉藤明俊序盤からちょっとなすすべなしという状況が続いてますね。これは苦しい状況、左右から首のあたりを踏みつけられていきます。敵陣の青コーナーで崩れ落ちている斉藤明俊、足を持ったハーフテイク、グラウンドに持ってきました。真のボストンクラブの状態、リングのほぼ中央です。秋山を牽制しながら赤コーナーに視線を向けながら、さあ今がっちりと体重が乗りました。180cm 105キロの大谷慎二郎、さあくの字に曲がっています。リングの中央で斉藤明俊、死神が正月早々苦しい状況、秋山はまだ入る構え、そのままであります。武道館のファンに向けての声を浴びせていきます。今回はトーナメントではありません。タッグタイトルへの直接の挑戦、一発で取ることができます。あーっと今膝の下あたりでしたね、繰り返しました。さあそして入ってきた秋山、田中を、そして大谷を蹴散らしていく。さあこの辺りからエンジンがかかってきた、ジャンピングでーなんという角度だ、田中が吹き飛んだ。さらにその田中を引き起こしてニュートラルコーナー2連発、そしてエクスプロイダーかわしたところ、大谷を牽制しました。前蹴りから、さあニュートラルコーナー逆サイドに振って、ここはキックで攻撃している。ありがとうラリアットを放ちました。そこで田中が腕を伸ばす。さあ秋山対大谷だ、熱い男大谷慎二郎、冷たく厳しい秋山純、張り手一発。さあそして先ほどはできなかったが顔面はシュー、的確に捉えています。
さあ拍手を要請した。今度は正面からいった、テイクドロップキック、顔面を的確に捉えました。この辺りから一つ一つ自分の技が出てくるとペースというのをつかみますよね。そうだね、やっといい感じになってきたかもしれないね。髪の毛をつかんでバックを取りました。ドラゴン急角度スープレックス、まずはカウントワン、お互いの位置が見えました。1ポイント、これはどうだ、大谷ワンです、ワンです、お互いにワンで返しました。大谷のドラゴンズ、そして秋山のエスプロイダーを共にワンで返しました。立ち上がるか、続いている余裕が立ち上がったリングの中、キック胸で受けた、顎を捉えています。ハイキック、ハイキックにはハイキック、今様子は見せません陵侑。さあ力を込めるスピードに乗った、乗れていく。だが大谷は立ち上がった、ごめん、意地と意地がぶつかっている。さあここでテイクダウン、ここで秋山から斉藤に、冷たい男も熱くなってますね。そうだね、斉藤が入っています。大谷を飛ばしてリーリフト、膝を当てていきました。あ、そして追い込んでいます、コーナーに追い込んでいます。逃げる位置がありません、気を入れるしかありません。さあ田中を牽制しながら行った、お飛び膝、的確に捉えました。思わず前から前から崩れ落ちてしまった大谷慎二郎、えぐいよね。膝蹴りのスペシャリスト高山さん、今のどうした。今のすごい、スピードにも乗ってましたね。やっぱチャンピオンチームの方がさ、エグさがすごいよね。ここぞという時の畳み方、ちょっと待ってくださいよ、大谷が立てません。今ダウンカウントが数えられ始めました。エフィー西田が目を覚ましたか、目を覚ましたか。大谷カウント5まで来ている。バックを取った、ジャバー一回転、鼻から落ちた。さあそして2連発、ジャバン投げ捨て、レムの炎燃え上がっております。大谷慎二郎今ちょっと回りすぎたね、勢いがつきすぎましたか、うん、勢いつきすぎたから、後頭部打ってないでしょ。一番衝撃があるのはどこから落ちたときですか。やっぱ後頭部打ったときがきついよね。それか脳天、脳天、うん、その角度というのが非常に微妙であります。逆エルボーを刺した斉藤、そしてジャンピングに、あ、顔が揺れた。連携です、まず抱えた斉藤、コーナーのトップに上がった秋山がいった、最後から膝を当てました。連携が冴えているチャンピオン、ここに来てチャンピオンチーム赤コーナーサイド動きが活発になってまいりました。ようやく田中が青コーナーのエプロンサイドに戻ってきている。立てない状況の大谷を見た斉藤昭俊が拍手を要請。日本武道館 1.1 連メインイベント、動けません大谷慎二郎。起こされました、大谷が起こされました。狙っている斉藤、ミドルキック、集団蹴り空手が騙しに斉藤昭俊、おお払った、足を払っていった、立ち上がるミドルキック受けています。足を取った、膝を狙っていく大谷、おお払った、張り手崩れ落ちました斉藤。それを見て今秋山、そして田中が入っている。ラリアットを回したトランスキック、ラリアット、初めて出したこの試合ラリアット、頭を掴んだ、チャンスを掴んだか。場外戦花道です、花道です。先ほどは椅子攻撃を見せた大谷田中、今度は田中が場外で捉えられて DDT、 花道で DDT、 初めて歩んだ脳の花道、そこで田中正人。さあ今度は秋山が花道の中ほどあたりまで行って距離を取っている、距離を取って加速して何を見せる、おっと、おパワースラム、田中が返しました。スピードに乗った秋山の突進をパワースラムで返しました。この辺りから反撃か田中雅人、魂が止まった。エルボー、今度は田中が距離を取っている。さあ何を見せる、オーストラリア大会だ、強引な形でリングの中、そこに待っていた大谷です。さあ今度は合体技、さあコーナーのトップ抱え上げてパワーボムの体勢、コーナーのトップからスーパーフライダイビングボディープレス、
り上げました秋山純。場外戦でチャンスを掴んだのは失礼、大谷田中青コーナーでありました。あっ、ダブルエルボー、上体が揺れています秋山純。エクスプロイダー体勢には入っていました。ふらついている、ふらついている。おっと、いたー、 DDT とダイヤモンド勝った。田中のお箱が出ました。あっと、トップコーナーから後頭部へ上げていきました大谷。さあ、そしてここで連携、青コーナー、コーナーのトップに田中。さあ、来るぞ来るぞ、抱え上げた、来た、ヘブンズインパクト、王者の首をかったか。まだカバーにはいきません、まだカバーにはいかない。さあ来る、田中が飛んできた、ラリアットランニングのラリアット、片指に決めている。危ない危ない、危ないね、今危ないですね。ここで蘇生した死神が戻ってきました。秋山のピンチであります。ヒールキック、顔面を捉えました。さあ、ここで秋山のピンチを見た斉藤明が入ってまいりました。今立ち成立。さあ、仕留めるのは死神か、かかと落とし、後頭部円髄のあたり直撃であります。追い込んだ。第5代 GAC タッグチャンピオンチームは秋山斉藤、3度目の防衛戦、たった今20分が経過しました。新のボストンクラブ、さあ、いいキビと入ってきて、ハリケーン、新日時代の戦友であります。顔面を取り付けていく、それを見た大谷が飛んだ、うわ、返した、ショルダータックルで応戦。今の攻防を見ても来るなら来いという感じが伝わってきますね。斉藤が田中を最後、おっと、ラリアット対応しています。エクスプロイダー来たぞ、スワンダイブ式ミサイルキック、ミールキック、荒れてきたメインイベント、4射ダウン、4射ダウン、天井カメラからの映像でご覧いただいております。4射ダウン、立てません。秋山も斉藤も大谷も田中も死力を尽くした激闘。 GAC タッグ選手権、守れるか流出か、苦しい戦いとなってきました。ここで立ち上がったのは斉藤、そして田中、狙っているぞ、相打ちだ、ラリアット相打ち、コスカローリングエルボー、勝ってしまった、危ない、危ない、拳を握った田中正人、あと一歩でありました。田中から見ればあと一歩、ベルト流出の危機だ。さあ、決めるか、決めてしまうのか、新年早々ノアの司法 GAC のベルトが流出してしまうのか、どんなぞ、あーっと定撃、顔面捉えた、逆にチャンス、おー、返した、田中も返します、意地があります、ノアに乗り込みました。さあ、決める、首を狩る、天に向かって指を刺した、抱え上げるぞ、さあ、落とした、地獄に落としました。
今拍手が沸き起こりました。そして GAC のベルトが今チャンピオンチームに戻ります。3度目の防衛成功になりました。秋山斉藤肩にベルトをかけました。敗れた大谷、そして田中がリングを後にしています。ベルトを腰に巻きました。秋山斉藤グローバルオーナーのクラウン、箱舟の四方を守りました。秋山は10組の防衛でございます。リング上でベルトを戻しました。秋山斉藤、そして今勝利者トロフィーを受け取りました。いいなあのトロフィーな、俺が生まれた時なかったぞあれ。今後高山さんまたタッグに挑戦で誰かいい相手いるかな。さあリング上では勝利者インタビューです。見事タイトルを防衛しました秋山選手、そして斉藤選手です。改めてまたベルトを腰に巻いた今の感触教えてください。いや久しぶりにベビーフェイスを味わいました。ありがとうございます。そして斉藤さん、今振り返ってこの試合タイトルマッチどうでしたか。そうですね、これで秋山さんといい正月が過ごせそうです。今日のチャレンジャーの2人、大谷田中組いかがでした。いや良かったですよ。いいチームだと思いますけど、まあでも、ね、今年、去年の一番いいチームに勝ったんだから、まあ幸先いいですよね。ということはもちろんタッグチームナンバーワンはこのお二人ですよね。当然です。